皆さん、こんにちは。またバニラで遊んでくれるかな、いいともの時間です。さて、先ほど見ましたら、チャンネル登録者数が130人になっていました。おかんが、頑張って、親戚や友達に声をかけてくれたのでしょうか。ノルマを達成できない聖ホレリーか。ということで、今日は、サバイバースペシャルという、とてもスペシャルそうな武器が使えるのか検証してみました。Hi. Well, now, wondered when I'd see you again. Welcome back, Paladin. Welcome home. Glad to hear someone say that. Listen, I didn't have a chance to thank you properly before.I want you to have my old gun. It kept me alive all those years. Maybe it can do the same for you. Thank you, Paladin. It's not exactly a regulation issue, but I hope it serves you as well as it served me. I'm not sure I still have a place here. I've been away for too long. Maybe I'm not cut out for the Brotherhood.なお、北のバンカーでパラディンに BOS への復帰を説得するとき、カリスマが低いとできないので、この武器も手に入りません。ご注意を。ブラッド・バートンに来ました。なお、サバイバー、スペシャルは最強まで改造してあります。ああ、エーダも最強まで改造してあるので、強すぎて銃の検証にならん。相談数が少なくて、リロードが頻繁すぎるので、隙が多いですね。ここに来た目的は、とあるホロテープを回収することです。
このレイチェルのホロテープが、キデイキングダムで役に立つはずです。エーダが強すぎてよくわからなかったので、手当たり次第に喧嘩を売りたいと思います。エーダがやられたら、早速、死にかけたわ。いつものように、レジェンダリーで命拾い。ここにもアサルトロンいたっけ。よし、あぶねえ。お、エーダ先生がいれば大丈夫じゃね。
え、ヒデブ。あとは、遠距離戦に終始して、くそつまらない展開に。アサルトロンのいないガンナーはただのガンナーだ。あっちにもアサルトロンがいるはず。引き続き、遠距離戦だ。あれ、パワーアーマーが2人に増えたぞ。なんだあいつ、落ちて死んだぞ。ラジがあかん。アサルトロンのいないガンナーはただのガンナーだ。突撃じゃ。
いかん、戦略的後退だ。わはははは、さらばじゃ。デスクローより強いぞが、もし。よし、そろそろフィニッシュじゃな。なんと、あいつも落ちたぞ。貴重な X01 をボロボロにしやがって。ということで、サバイバースペシャル、どうでしたでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。最後までご視聴ありがとうございました。